朝鮮語で語りかけてください。たとえ意味はわからなくても、あなたの唇からこぼれる音楽のような響き、その響きがとても美しいから、私はずっと聞いていたいの。まるで母親か妹にでも語るような眼差しがしみるんです。あの革命の歌を歌って、あなたの国の詩人が夜明けの裏の響きを殺し震える手で咲いた民主主義という言葉、それがこんなにも胸を打つのは、本当はこの国にも想定がそれがないからなんです。焼けつく渇きで私も求めます。この国が人の言葉を奪わぬように、人の大地を汚さぬように、追われた人々が帰って来られふるさとと呼べるように。あなたの国に私の国にも、だけど私もあなたも諦めてはいない。違いがあるからいいんだと、あなたに出会って知りました。わかったつもりにならないで、少しずつ知り合って行きましょう。あなたの姿を見失った、その名前を呼びましょう。白い水鳥のようなあなたの名前がとても好きだから、何度でも何度でも呼びましょう。暗い海を渡ってゆけるよ、いつか夜明けが来た時に一緒にあの鐘を鳴らしましょう。もう戦わなくて
今で種となく掘り返されても踏まれても先人たちのように何度でも挑戦後で語りかけてください。やがて私は